こんにちは、モーニングローリーのテリーです。最近やっと自宅待機がですね免れまして、いろんな規制がちょっとずつ解除されてきてると思うんですけど、まあ、そんな中で仕事の方もちょっと出勤に、なりましてですね、今まで在宅勤務やったんですけど、久々に、どれぐらいで2ヶ月半ぐらいまともにちゃんと車に乗ってなかったんですよ。まあ、たまにね、在宅って言いながらもお客さんのとこアルバイトは仕事行ってたんですけど、まあ、本格的に1週間ずーっと車に乗ってて、細かい道とかね、細い道とかちょこちょこ行くじゃないですか。だからね、車をね、やっぱ2ヶ月をまともに運転してるとあかんね。ちょっとね、こすっちゃいましたね。左横腹を。それをね、ちょっと一回綺麗になるか消してみたいと思います。ちょっと一応どんなんかっていうと、こんな感じ。なんかこれゴムかなんかが当たってんのかな。ずっとこんな感じで、ここもでもへこんでないんですごい消えると思うんですけどね。一番痛いのがこのドアミラー、割れてしまったんですよ、このアクリルのとこが。これはきっと直せない。これもしょうがないですね。もう10年目過ぎた車なんで、ちょっと傷消してみたいと思います。一応買ってきたのはこの傷消しっていうワック。これ拭き取り不要って書いてあるんで、綺麗に消えりゃね、それに越したことないんで、まあ、コーティングちょっと外れちゃいますけどね。それでもちょっと挑戦してみたいと思います。消えるでしょうか。まずここですね、このドア、左の助手席のドアで、ワックスかける前にこう皆さんご存知のこの、これ何やったっけな、激落ちくんや、激落ちくんでちょっと落とす。あ、綺麗に落ちないな。ゴムがへばりついてるだけやから。これでかなり傷がそんかわりなつくんやろうけど。あ、綺麗に落ちた。これでもええけどな、これでもいいぐらいな。もうちょっとこの辺も、とりあえず向こう消えたんで、今度こっち、比較的大きいな、これな。これも消してみたいと思います。思ってるより簡単に消えるよね。板金とかすぐ必要ってねえんじゃないの。お、消え消え。これちょっとここ、この一部なんか剥がれてしまってるから無理かな。お、綺麗に取れるわ。ここちょっと完全にこう塗装剥がれてしまってるんで、これは無理やね。タッチペンっていうか、ちょっとペンキ塗らんと。こういうのは多分すぐ取れる。お、これで一応綺麗に傷っぽいとこは全部取れたかな。これはね、完全に塗装剥がれてしまうので、これ無理やね。これはまたどっかでってなんか塗るしかない。まあほぼほぼもう今ので分かんなくなっちゃったんじゃないかな。ただまあやっぱりコーティングしてるとはいえ筋入っちゃってるんで、これをちょっとこの傷消しこのワックスかけてみたいと思います。これね、じゃあ一応ワックス用のたわしはないけど、これで、ね、ちょっと塗ってみる。ぬるぬるやな、カチカチじゃない。ちょっと非常に分かりにくいですが、ツヤツヤですよ、ツヤツヤ。これどうやって映したいかな、分かります？これもツヤツヤ。ここも今さっき気づきしたとこなんで、ちょっとこれザラついてるんですけど、これはツヤ消しワックスで消してみようと。このここのここは消えへんけどね、ペンキ剥がれてるから。
この辺もこれちょっとカメラで分からへんけどな。ゼロ結構周りの埃は別に取ってないんで汚いけど、ちょっとこう光沢は蘇った感じがしますよね。こっちも見てみる。ほら光ってんじゃん。元に戻ったで。ということでこの、まあね、光鏡面っていう、まあ、だいぶ前のワークスですけどね、久々に運転してものすごい狭い道路を通った時に車幅感覚の感覚がおかしなってんねやわね。全く普通に何も分からずに、ちょっとゴムの巻いてある左側の左側面を、左側面もなんかそのゴムの巻いてある電信柱というか電柱に全く気づきませんでしたね。全く気づかず、そのまま突っ込んでいって左側を、ああしんどい、ちょっと気づらくなったんですけど、無事これで元に戻りましたっていうお話です。身柄はソフト救急。どうでしょうね、無事ごちゃごちゃだいぶ擦りましたけど、それでも無事なんか消えたみたいなんで、あれぐらいのちっちゃい傷ならいちいちこう板金出さんでも綺麗に治るんやなっていうのが今日気づきました。ということで以上です。それじゃ皆さんまた。